ひょっとしてかもしれないという意味を持つこともすれば、この番組はタイトルの通り、開けてみるまでどうなるかわからない、成り行きに身を任せたフリーダムなトーク番組です。始まりました、高柳智代のともすれば。2月になりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まだ寒いんだろうなちょっと寒さに耐えられない私は冬を乗り越えるのに必死でございます。そんなね、なんか1月は事務所の後輩飯田ひかるちゃんがゲストに来てくれましたが、皆さんいかがでしたか。ピンマイクになっての放送だったんですけど、なかなかに音が反響するぞ、だいぶ音がビブラートがかかっているぞということで、今回は若干場所を変更して撮っていております。いかがでしょうか。より聞きやすい感じになってるかな、なっていたらいいなと思っております。またご意見とコメント欄に寄せてください、お願いします。ではでは早速今月のゲストをお呼びしたいと思います。今月のともすればゲストはこちら、木村千紗さんです。はい、木村千紗です。よろしくお願いします。よお願いします。木村が来てくれました。久々なんだよな、めっちゃ久しぶりなんだよな半年くらい会ってなかった気がするけど、それ言い過ぎ。いやでも下手したらそんぐらい経ってる気がする。そんぐらい経ってるよね。ね、そうなの、久しぶり会ってるようなさ、そう気になるのさっきも話してたんだけど、お互いツイッターとか見てるから会ってる気がしてるんだよね。そうなの、でも意外と時が経ってるっていう、あれいつ会ったっけみたいな、いつ会ったか思い出せないみたいな。そうなんてで、まあ、我々ね、うん、こう馬娘っていう作品で、そうそうそう、もう長いことね、もう同期だよね私たちって。そう、我々そうオーディション同期同じ同期なんで、同じ時のオーディションでコンテンツに参加してるので、そこからね付き合いはねめちゃくちゃ長くて、長いよね、もう2016 16か、怖いやめとこやめとこ怖くなってきたからやめとこね。ね、もう本当そこからずっと一緒にね、進んできて。本当よ、まだ髪の毛がこんなキンキンじゃなかった頃から。いやだ恥ずかしい昔のこと言わないでいやでももうね、この木村がしっくりきすぎて、あ、本当、あ、よかったもはや変な感じがする、昔の写真見ると。あ、よかった不思議な気持ちになる。ありがとう、それ嬉しいわ、これが定着してくれて、うん、すっかり。なんかなんやかんやあんま二人で、そうなんよ、ご飯とか行ったことない説じゃない。なんか上田ひとみちゃんとかね。あ、そう上田、木村、高柳でご飯行きがち。3人でご飯をよく行くんだよ。行ってたんだよね。行ってたコロナ前とかね。そう、コロナ前とかよく行ってて、そう、ね、で上田とともちゃんはめちゃくちゃ仲いいんだよね。そう、そこはね、よく一緒に2人でね、よく一緒にいる。そう、でもともちゃんと私っていうのはあんまりないのよ。そうなの別に何かとかじゃないんだけど、何かとか全然ないんだけど、なぜかきっかけがなかったよね。そう、きっかけがない。なんか多分どっちも誘わないタイプなの。そうなの、上田が誘うタイプなんだよね上田がきっかけを作ってくれないとそもそも出ないんだよね、家から。そう、本当にそうなの、家から出ない人だから。そうだよね、上田があそこ行こうって言ってくれないと私たちは行かない人なんだよね。そうなの、家にいられちゃうタイプだから。そう、入れちゃうタイプなんだよね。そうなの、だから今日はちょっといいきっかけだったなと思って、はい、ありがとうございます、嬉しい。ちょっといろいろね、その分いろいろ聞いていきたいなと、はい、聞いていきたい思います。はい、勝手にゲスト紹介ということで、このコーナーではね、私が勝手に独断と偏見で、普段は主に事務所のプロフィールを参考に今回はちょっと事務所のプロフィールというものが存在しない人がゲストに来てしまったので大変だなぁちょっとそうですね、ネットにある情報とさっき本人から聞き出した情報をもとに一応ね、ちょっとそう、ちょっとこちらスケッチブックに用意したので、まずは見てもらいましょう。ででん、こちら、おお、かわいい、似てるかな、似てる、嬉しい。なんかでもちょっと短くなってたね。あ、そうね、そうなのよ。一時期めっちゃウルフにしてた。ウルフだったんだけど、今ボブになってるから。ね、だからちょっと違ったと思って。いやでもすごい、もうこれイメージだからみたいな。嬉しい、うん。ありがとう。そう、ウルフのイメージを持ってて、はい。うんうん、では、まあ、木村千紗と。ね、
でまずそのちさって名前が結構珍しい、うん、あ読み方がちさきとか言われちゃいがちとか、ちさきはねよくいるんだけどね。そうだよね、ちさ、うん、っていうのが珍しい、名前がかわいい、うんうん、8月28日生まれ、夏生まれの、はい、夏生まれです。兵庫県出身、はい、やっぱり関西のイメージが強い。私はやな、 関西人の人おったらすでに関西弁なんやけど、そうでもやっぱともちゃんってなると関西弁出えへんねんな。あんまり、いや今めっちゃ出てるけどね今は意識して出してるんやけどいやでもそうだね、さっきから全然標準語で、うん、そうそうそう、やっぱそうだよね、そう関西弁同士が集まると自然とっていう、うん、そんな感じ。そうだよね、だからそう上田木村が揃うと、もう関西弁飛び交って2人がすごい漫才みたいなトークをしてるのを私はふふって眺めてるみたいな、うん、そう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 、そんな感じ本当にいつもそしてあだ名はもう私は木村って呼んでいて、でも大体みんな木村、そうでもなんかいろいろあったよね。あったよチャコシとかあったよね。そうチャコシ、最初チャコシって呼んでて、あれはでも元々あったのあだ名なんだっけ。あ、チャコシはね元々呼ばれてたね。そうだよね、そうなんかいろいろ変わってって、うんうん、結果チャコシになったんだけど、うんうん、もうなんかほぼ木村、木村だね、みんな木村だねえ、でもファンの人は木村って呼ばない、木村って呼んだえ、木村って結構呼んでる人いるよ。あ、まあでも確かに周りが木村って呼んでたら釣られちゃうよね。周りが木村って言ってるし、確かに推奨したいものはあるの。いや特に木村でいいかなって、なんか逆にもやっぱあ木村で来てみたいな気持ちになる。なるほどね、うん、同級生みたいな感じで行こうみたいな。いいね、木村で、うん、はい。そしてそう、事務所のホームページがないというのはフリーランス。私フリーランスなんです。いや、かっこいいよね。かっこいい。いや、だって自分でさ、そのお仕事のさ、うん、そのメールとかやり取りしてるってことでしょ。そうだよ。いや、すごいなって思う。やってるんだけど、私はよくスケジュール管理をミスるよ。あれ、ここめっちゃ忙しいけど、ここ何にもないみたいな。絶対もっとばらけさせられたじゃんって。そう、もうちょっとだばらけさせられたのになみたいな。あれ、いつの間にこんなに入ってんねやろみたいな。おかしいなって、な確かにそういうのやっぱりフリーランスになってみてマネージャーさんってすごかったかなって。マネージャーさんすごい本当に。あ、やっぱそうだよね、いつもありがとうマネージャーさん趣味が部屋からゲーム、うん、はい、まあまあこれを見たら、まあ、確かに確かに、ね、わかるよね、確かにね。私あれだよ、うん、水色入れてたりしてたこともあったから。水色も入れてたの。そうだよ、うん、全体水色とかじゃなくて毛先とか、そうそうとか入れてたりとか、うん、まあ、赤もあるし。え、それはさ、うん、その金髪にして自分でヘアバターとかでしてんの、うん、してない、全部染めてもらってる美容師さんに。いつ会ってもすごい鮮やかに綺麗にしてたイメージだったから、うん、ありがとう、すごいなと思って。わかる、だから趣味っていうのは。そう、ヘアカラー。そうなんですよ。そしてね、ゲームのイメージもある。そうなの、最近ねゲームばっかやってるから、うん、私の中ではでもポケモンカードのイメージなの。あー、でもポケカもね、昨日も買って、あ、昨日も買って昨日も買ってあのツイッターの方に、ね、載せて載せて買いましたよと。だからなんだろう、ゲームって言っても、うんうん、そのゲーム機だけじゃなくて、うんうん、そのテーブルトークなんか、あー、ほんといわゆるボードゲームみたいなのも。そう、ボードゲームとかもうそういうのも大好きだし。あ、幅広いね。そうそうそう、今は麻雀も好きだし。あ、麻雀も好きなの。麻雀好きなの。すごいね、テーブルゲームの元祖みたいなところに手を出した。そうそうそう、元祖とかにもう行き始めたんだよね。もうすごい。そうだから、なんかね、ゲームもともと興味なかったのに。え、そうなの。急にゲームし始めちゃって私、うん、あ、え、麻雀は、うん、あ、ネットネットでオンライン対戦みたいな。そうなんだ、実際の雀荘でとかではない。やりたいんだよね。あ、でも雀荘でってやるとなるとさ、ネットと違って本当に人集めないとだからね。だし、あの点数の計算とかが多分めちゃくちゃ難しいの。え、私もちょっとブランクあるけど、うん、え、やってた？あのね、仕事始めて2年目ぐらいの時にお仕事で、うん、あ、お仕事でやってたのか。麻雀の番組の、うん、あのアシスタントの仕事をしたことがあって、その時に覚えて、うん、あ、覚えたんだ、すごい。そう、でもやっぱりそれこそ人集めないとできないから、ね、私もめったにもうやらなくなっちゃったけど、でもやりたい気持ちはオンラインだとすぐに集まるよ。そうだよね、うん、オンラインか、やっぱオンラインか。オンラインだよ。ちょっとオンラインに精通してない。まずオンラインよ。あ、ちょっとオンライン教えてもらうとか始めるわ。あんまりゲームしないんだもんね。そう、ゲーム自体に精通してないから、うんうんうん、そう、オンラインで人と何かをやることに精通してなくてやろ、やる。上田も誘う。あ、教えてもらうわ。じゃあちょっと。そしてね、このまあいろいろ資格も持ってるよってのを聞いて、そうそうそう、さっきそうそう、さっきね言ったんだけど、情報処理検定3級、うん、ワープロ検定3級、はい、簿記3級、はい、このね、簿記がね、あのフリーランスに生きてますね。そうだよね、絶対必要なやつだ。私経理しなきゃいけないんで、この簿記がめちゃくちゃ。確かに、まあ、ワープロとかも今やることの方が多いんじゃないかなって思うし、確かに全部がちゃんと生きてきてる資格。そうそうそう、生きてるから。あ、素晴らしい。よかったなって思うね。私全然生きてる感じの資格持って
ってないもん。もう忘れ去った英検とかだからさ。ああでも私も英検関係3級だから。そうですね、全部3級だよ。全部3級。オールさん。オールさんだわ私。そしてまあね特技、うん、作詞歌唱、はい、まあねだってアーティスト活動をされてるわけじゃない、させていただいております。すごいよね。はい、ありがとうございます。いやもうだから本当にね私はそうこう書いたんだけど、うん、こう表現したいものが溢れ出てるマルチガールって書いたんだけど、嬉しい、すごい、いやすごい思うの。やっぱその作詞とかってさ、うん、表現したいことが自分の中にこうガッてある人じゃないとできないじゃん。それがすごいいつも溢れててすごいなって思う。溢れ出しすぎてるね、もう溢れ出しすぎてる。私逆に、あ、なるほど、逆に溢れ出しすぎてる。あ、もう止まらない、うん、え、なんか作詞に挑戦したいとかってある？いや、全然なくて。あ、そうなんだ、じゃあやってあげるよ。あ、本当に私のことを書いてくれるの？書く書く書く。本当、私のこの言葉にできないものを表現してくれる？表現する表現する。すごい、いい人を見つけたかもしれない。いい人を見つけた。よいしょ、オッケー。最大の推しは、これは他に言う人いないかも。でも確かに言わないよね。